メイドさん。いらっしゃいませ。今回は色の3属性の画期的な覚え方やっていきますよ。色の3属性は色相、彩度、明度からなります。クリスタをはじめとするカラーサークル、こちらがそれにあたります。ではそれぞれの覚え方を説明していきましょう。ハヤトロックの3属性チャンネル、まずは色相からやっていきます。色相はですね、このカラーサークルでいうと周りの円の部分にあたります。色相環とも呼ばれ、環にはですね、円状のものを指す言葉となっております。山手線などの円状につながったものを環状線などと言いますよね。なので色相は色相環で円ということになりますので、色相はですね、円の部分を指します。こんな感じでやっていきますよ。いかん、それ教える側の態度やない。では次に彩度、字のごとく彩りを指します。くすんだ色から鮮やかな色の度合いを指します。カラーサークルで言えばこの部分ですね、横の度合いになります。サイドなので、サイド、横、つまり横方向がサイドです。先ほども言いましたが、このままいきますよ。やれやれ、態度を改める気はないようですね。はい、では最後にメイド、これは読んで字のごとく明るさを指します。カラーサークルで言えば縦の度合いを指しますが、こちらはですね、メイドイコールメイドです。つまりメイドさんですね。メイドさんは白と黒の服を着てますよね。なのでメイドは白から黒を表します。明るさですね、白い部分から黒い部分ですね。なのでメイドはメイドさん、メイドはメイドさんで覚えましょう。ではまとめます。色相は色相感イコール感情イコール円、サークルの部分ですね。でサイドはサイド、横ですね、横の度合いで、メイドはメイドさん、白黒、メイドはメイドさん、明るい部分から暗い部分の縦の度合いを表します。こんな感じです。はい、これで何がですね、どこを指すのか、どの部分がメイドなのか、サイドなのか、色相なのかが覚えられましたかね。ではですね、今回はこれで終わります。これだけです。皆さんにですね、読み方と覚え方を知ってもらいたかったので、このような動画を撮ってみました。いかがだったでしょうか。これのためにですね、メイドさんの絵を1枚描いてきました。はい、ではですね、今回の動画はこれにて終了させていただきます。ぜひともですね、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。まだまだこんな感じの割合なので、チャンネル登録心待ちにいたしております。まだ登録はええわって方はですね、ぜひとも高評価ボタンポチリだけでもお願いします。はい、それでは今回も最後までイベント参加いただきまして誠にありがとうございました。また次回のご来店もお待ちいたしております。それではまたね、バイバーイ。